おはようございます。おはようございます。もうお昼か。お昼お昼。月島さんが昼飯食いに行こうつって来たので、V100 とスーディオで出かけます。どこに行くかはお楽しみ。じゃあついてこい。じゃあ試乗も兼ねてタクト IB でお願いします。今フォーサイクルだよね。フォーサイクル、どうぞどうぞ乗っちゃって。今日はメンデルです。二郎系。二郎系ね。油玉ねぎ増し増し。油、玉ねぎ、唐揚げを増しで。ちょっと弱気な。ひよってる。何が全部増し増しだ。美味しそうだけど。うまいよ。GTF クマゾロ。メンデル。汗びっしょじゃないですか。目がうつろになってますよ。うん、腹いっぱい。たまに食うとうまいですね。顎はちょっと疲れるね。顎が疲れた。だからお腹いっぱいになっちゃうんだよね。うん、あのショーだったけどね。あ、ごちそうさまでした。たまには。じゃあ風呂に行きますか。ちょっと用事があるからね。行けないんですよ。お、かっこいいバイクが来たぞ。GTF クマゾロ。はまって動けなくなってる。いや、これ戻らないじゃん、背もたれが。ちょっと上げて。うん、はい。よいしょ。よいしょ。充電しないと。さて。よいしょ。月島さんに在宅バイトとして VJ22V ガンマのカウルの補修ってほどじゃないんだけど、ステッカー剥がしぐらいかをお願いすることになりました。暇な時、手が空いてる時にお願いします。はい、わかりました。こっちに来る暇がない時。これから毎日ありそうもない。頑張ります。頑張ってください。はい、できたら連絡します。お願いします。こんにちは。こんにちは。あ、さっきメンデルで声をかけられて、いや違う、僕が声かけたのか。うん、アドレスにセピアの羽がついてて、エンジンは V100、 車体は何ですか。車体はアドレス50、昭和のバイクですよね。
V がついてない50です。V100 の 50cc 版のやつですよね。それってどうなの？アドレスチューンとかになっちゃわないの？あれアドレスチューン、あ、それは V チューンじゃない？ V チューンか。これってフロントは最初からディスクなんですか？これも V100 に、結局ね、この間まで V125 つけてたの。うん。一応それで顔面が、うん、V100 現行の V50 だった。V50。それでいじりすぎて高くて売れないから、うん、安い V100 の足回りに交換した感じ。これは売り物なんですか？あ、売り物です。おいくらですか？これ現状で7万円でどうでしょう？おお、いいんじゃないですか。じゃあ欲しい人コメントください。はい、じゃあ自己紹介お願いします。町田市逗子町で持ち込みタイヤ交換屋をやってます。お名前は？お店の名前はフラットです。ひらがなです。はい、フラットの影親父です。平井さんでした。こっちも売り物ですか？こっちも売り物ですけど、これは 125G ですか？ G、 ほとんどベースはヤフオクで酔っ払って買っちゃったやつなんですよね。おー、ちょっとこれは新しすぎて俺には分かんないけど、ここらはみんな社外パーツなんですよね、顔が。そう、レアだからいいんだけど、自分で足回りじゃなくてホイール、うん、ホイールは自分で変えて、バフラー、エアクリ、うん、くらいは自分で変えたのかな。これいくらですか？売りね、うん、別に売りたくないから、欲しい人いるんなら35万ぐらいで売ります。はい、なんか気になる人はコメントください。それでまあラーメン屋でちょっと話をしたら、僕がっていうか、うちを借りてた庭くんのお知り合いということで、まあなんだろう、初対面だけど元からつながりはあったと。一方的に YouTube とか見てるから知ってたよね。でもさ、夜中に庭くんとこで会ってたりしてんじゃないのかね。あ、俺は行かないもん。そんなに夜中行かない？向こうが来る。おお。いや、夜中は飲みだから。なるほど。じゃあまあ そんなわけで、今後ちょっと何かあったら直接連絡するので。よろしくお願いします。タイヤ交換よろしくお願いします。はい、で一緒に原付ツーリングも行きましょう。では、はい、はい、平井さんでした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか最近は？ RD 乗ってますか？ RD 最近釣り入っちゃったんで乗ってないです。まだ大丈夫でしょ？いや、うちちょっとエリミのラジエーター交換したので、はい、ガレオコの横にやってもらったんですけど、はい、ちょっと市場に行きたいから、都合タイミング合うとき RD で一緒にどうですか？わかりました。じゃあよろしくお願いします。はい、連絡ください。お疲れ様です。GTF, Kumazawa.